さんこんにちは、ゆなです。初恋さらぎ第1話と原作を解説します。主人公が上田梓、軽度知的障害自閉症です。岡村、健常者の男性と恋愛する作品です。タブー視されやすい障害者の性と恋愛の問題が扱われるドラマです。ドラマの第1話では夜コンパニオンの仕事をしている場面が出てきます。お客さんから性行為をしようと誘われます。お店のルールで性的な接触はできないはずですが、他のキャストたちのように断ることができません。過去仕事がうまくできなかったり否定されてきた経験が長いので、自分はこんなことでしか役に立てないと自己肯定感が低く、性行為を誘われてもまあいいかとなき断ることができませんでした。原作では性的な場面が多めになっています。女性側から誘う場面が出てきます。一人孤独なので温かさを求めているような表現になっています。 SNS のコメントを見ると、軽度知的障害は誘いやすいなど誤解を招くんじゃないかなど批判的な意見もあるようです。岡村さんを家に誘い、胸を出して性行為をしようと誘ったぎをしています。服装も原作ではミニスカートで座るときに下着が見えてしまっていたり、肩の露出が大きい服を着る、体目当ての男性が寄ってきたら危ない、距離感が近く気になる男性に接触をする、少しでも男性に優しくされるとすぐに好きになってしまうなど、その距離感で接すると危ない、男性が寄ってきたら心配じゃないかという言動が多いキャラクターに原作ではなっています。ドラマでは岡村さんに好きと気持ちを伝える場面ではいきなり家にはあげない、自宅に送ってもらうときにキスとハグまではします、好きですとは言いますが母に見つかり自宅には入れず、外で岡村さんと離れるので少しオブラートにはなっています。教育手帳を持っていますが、まだ岡村さんには伝えていません。どうしようかと悩む場面でドラマの第1話は終わります。ドラマを見ていると、なぜ福祉に結びつかなかったなど私は疑問に思いました。原作では上戸さんの過去について言及をあげました。上戸さんは支援学校に通っていたようです。原作では支援学校を卒業する前に仕事について考えていた場面が出てきます。本人はカフェで働きたいと言っていましたが、工場の実習に行ったようです。工場の仕事は1ヶ月で退職、その後カフェで働けたようですが、そこも短期で離職をしたようです。なのでおそらく18歳で支援学校を卒業、就職はしても短期離職を繰り返してしまう。検索ではあまり出てきませんが、その後も仕事の短期離職を繰り返し、今の夜の仕事にたどり着いたものと思われます。支援学校を卒業するときに、知的障害が重度の方であれば、作業所や就労継続支援 B 型事業所などに結びつく人も多いかもしれないですが、上戸さんは支援学校では一番上のクラスだったと原作で言っているので、周囲のもっと知的障害が重度な方などと比べると理解度は苦手でもまだ良かったり、コミュニケーションは本人的には苦手でもまだ受け答えはできているように見えるので、卒業するときに福祉に結びつかずそのまま就職することになったんだと思われます。原作では本人は障害者雇用は給与が安いなど言っていたので、学校の先生と進路について話し合いをする時間あったのかもしれないですが、本人が福祉的就労なのではなく一般の就労を目指す選択をしたのかもしれないと思います。ドラマの第1話では教育手帳が出てきます。 B2 の一番軽いものです。本当は各都道府県が独自で判定をします。履歴書が写った場面では住所が東京でした。東京では本当は1度が最重度、2度が重度、3度が中度、4度は軽度に区分、このように数字で区分をされています。神奈川県などでは A1 が最重度、 A2 が重度、 B1 が中度、 B2 が軽度の4つに区分をされています。上戸さんがドラマで持っていた B2 は本当では東京ではなく神奈川など別の地域のものですが、あくまでもドラマだからだと思います。上戸さんは一番軽い判定になっています。軽いなら重度よりはいいんじゃないかと思うかもしれないですが、軽いなら軽いで支援に結びつきにくいとか受け答えが普通にできているように見えてはいるが、本人としてはすごい負荷をかけて過剰適応している人もいるなど、軽度の方は軽度であるがゆえの生きづらさを感じる人が多いと言われています。上戸さんはアルバイト先に初めて行く時にもメモで場所を確認しながら行っていた場面があります。仕事で言われたことをメモに取り、ひらがなだらけのメモを見て夜遅くまで復習をしています。言われた指示は守ろうとしたり、指摘されたことも素直で前向きにメモを取っているので、なんとか周りについていこうと相当苦労してきた方なのだろうと思われます。軽度の判定だからこそ支援機関に結びつきにくかったり、仕事が長続きしないまま今に至っているのかもしれないと思われます。
主人公のお母さんに対しても親も親じゃないかと批判的な意見が SNS のコメントでは見られました。原作では母は彼氏の家を転々として自宅に帰ってきたり来なかったりしている。上戸さんと岡村さんが付き合った後、彼氏が変わって彼氏が家に来るので家を出て行き、岡村さんの家に行くように言われて上戸さんは岡村さんと同棲することになったりしています。母にもここまで上戸さんが悪化する前に教育をするなり支援機関につなぐなりなんでしなかったんだろうと思う方も多いと思いますが、母の手一つで障害を持つ娘をここまで育ててきたなど事情はあるとは思われます。母の言い分についての視点も考えると、福祉は申請制なので制度のことをお母さんも知らなかったとか、障害者雇用を勧めたが給与が安いから普通の就労がいいと言って周りの意見を本人が聞かなかったなど、母にも事情はあるのかもしれないです。原作では上戸さんと岡村さんの関係は進んでいきますが、自分が可愛いから一緒にいてくれるだけかもしれないなど不安を抱えながら暮らしています。ジェンダーや人権的には望ましくない意見ではありますが、障害を持つ女性の生きづらさで若いうちはチヤホヤされるので何とかなっても、年を取ってから誰にも相手にしてもらえなくなるということはよく指摘をされると言われています。今は上戸さんは25で容姿も可愛いですが、体目当てで近づいてきて優しくしてくれる男性も多いです。しかし10年後20年後と年を取り容姿が崩れていくと、体目当てで優しくしてくれる人が来なくなってしまいます。それで仕事もしていない、私生活もぐちゃぐちゃ、コミュニケーションもちゃんと取れないとなると、一緒にいてもいいと思う人はなかなかいなくなると考えられます。若いうちにパートナーを探すとか仕事を探すとか支援機関に結びつくなど、今のうちに何らかの対策をしないと、年を取ってからは引きこもりになってしまったり社会参加ができないなどが悪化してしまい、もう取り返しがつかなくなると悩む方も多いと言われています。原作ではストーリーが進むと障害者の性の問題の場面が顕著に出てきます。例えば家族から遺伝をしないのかと指摘をされてしまったり、子供をどうするのか2人で話し合う場面があったり、今は若いからいいけれど年を取るとそのままポイされるかもしれないから家事なのをやって相手で支え合えるようにしなさいとお母さんから言われたり、岡村さんが父から結婚は相手はいないのかなど電話で言われている時に、パートナーの人が障害を持っているので家族に紹介しづらいと悩んでいる場面があったり、障害を持つ相手の人生にどこまで責任を取れるのかと岡村さんは悩んでしまったり、障害者の性について深掘った内容が出てきます。ドラマなので起承転結を表現するためには仕方がないことですが、障害を持つ当事者で理解者に出会えて相手と恋愛結婚はどうするのか、トラブルが起きるなどストーリーが進んでいきますが、実際は上戸さんのように障害を理由の生きづらさが問題になっているこの状態で付き合ってもいいと言ってくれる人に出会えたり、仕事がうまくいったりするのは難しく、一人で生きていくことを選択せざるを得ない方は多いのではないでしょうか。第1話では仕事の困難さが出てきていました。運送会社の仕事、こっちに午前着、こっちに午後着と説明をされますが、伝票の AM、PM の意味が分かりません。 AM と午前、普通の人は同じ意味だと分かりますが、言葉の知識がなかったり、午前は AM と同じ意味だと紐付けることができなかったのだと思います。岡村さんが何か質問がないかと声をかけてくれたので、声かけがあると働きやすいようです。AM は午前、これをここに置くなど具体的な説明があると作業しやすいようです。メモを取ったり夜も復習をしていたり、必要とされるように努力をしたりしている過剰適用の場面だと思います。髪をくくるように注意をされますが意味が分かりませんでした。後ろでくくる、普通分かるよねと注意をされてしまいます。岡本さんが長い髪や作業をするときに引っかかって危ないので後ろで結ぶって意味と説明をしてくれます。周囲からすると業務指示が通らない人と言われてしまうので、冷ややかな目線で見られたり人間関係がうまくいかなくなってしまいます。仕事が長続きしない方には共感できる場面だったと思います。上戸さんは素直な性格で業務指示に従う傾向があるので、岡村さんのように丁寧に教えてくれる環境があると適用はしやすいのかもしれないです。原作ではここまで対応するなんて甘やかしすぎではないかなど他の女性社員から陰口を言われる場面はありました。周囲からすると給料をもらっているのにそこまで周りからのサポートを受けながら働くのはいかがなものかなど思われてしまうことはあると思います。合理的配慮と言いますが、障害者だから全て配慮されるというわけではなく、それが合理的なのかどうかによります。
障害を理由に苦手なことはあったとしても自分でできる対処を行う必要があるとは言われます。上藤さんの場合は相談先の担当者が誰か指示をしてほしいとか、作業内容について質問をする際には業務指示を理解することができているかを確認をしてほしいならだと思います。上戸さんの場合はメモを取るとか、言われたことは復習して覚えられるようにするなどが自己対処だと思います。以上で初恋さらぎ第1話と原作の解説は終わりです。軽度知的障害の仕事の困難さや障害者の性、障害者の恋愛の話が出てくる作品です。